もう大丈夫。はい、どうもニーナです。それではバイオハザード RE3 バージョン Z 続きをやっていきたいと思います、まあ、なんとかね、カルロスの活躍によりジルは感染状態から復帰しましたけれども、だいぶね、眠ってる間に時が経ってしまい、このように誰もおりません。さて、何を持っていくのがいいのかな。いるかな、手榴弾。うわ、どうなんだろう。これ、アイテムパンパンにしていくとひどい目に遭いそうな気がするけど。手榴弾置いてこう。ハンドガンの弾。新しい銃、これどうなんだろう。2つもいらんかな。装填数も多いね。いや、ここあれな、いつまでもめっちゃダメージ食らってるみたいな話になるからダメなんだよね。預けろ預けろ。回復なんていらんいらん。1個で新バーストモデルでバンバンバーストしていけばいいんだよね。ね、何これ、木箱。どうですか、木箱があるのは。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない、カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した、大したやつだ。彼はどこ。地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ、彼はプロなんだ。私もよ。やっぱり何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。カルロスから連絡途絶えてんの。グリーンハーブ、当然レッドハーブ出して組み合わせた上で預け、ハンドガンの弾を出し、よしよし、回復はこれだけだ。ファーストタイプは多分弾の消費も激しいと思うんだよね。電気つけたり消したりもできないのか。よし、じゃあちょっと行ってきますわ。地下か、ちょいちょいある。普通におるね。うわあ、嫌なところに。どこ行った？すげえいっぱいいるな。行けて。ちょっと無理があるな。ですよね。ですよね。
まあ、こうだよな。あぶねえ。君たちに関わってる暇はない。ということでよろしいか。あれこんなとこ行けたっけ。マグナムの弾。ハンドガンの弾。ハンドガン1個置いてきた方が良かったんじゃないか。覚えとらんな。カロロスで歩き回った病院。まるで覚えとらん。ヒントあります？バード博士。バード博士、これもニコライが。炸裂弾があって、でカルロスパソコンぶっ壊してったよね。炸裂弾、炸薬か、炸薬 B 取りたいけど。アイテムが多いな。アイテム多いな。ここ、え？そうよね、カルロスの時に基本全無視した結果、まあ、こうなりますよね。炸裂弾、うん、取れない。大丈夫だよね。こん中の死体がどれが動いてもおかしくはない。手術室って言った？手術室。やたらハンドガンの弾は落ちてるけど、どんだけ先行手榴弾とかあんのこれ。いやーマジ？マジか、何も拾えねえぞ。まずい。
ハンドガン置いてきたいな。上の資料室は君が一周回って動くのやめて。オッケー。上の資料室に僕腐ったよね。資料室ってどこだっけ。資料室も遠いぞ。ここ俺がスルーしたゾンビいるよね。外した。即死かい。マインスロア弾だったのか、炸裂弾だと思ってた。いや、ハンター油断しちゃダメだな。でもこっからやり直し？はいはい。資料室でしょ。はい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 。いや、マグナムの弾とりあえずいらん。ちょっとアイテム拾ってくるだけだから、これも置いていこう。一回戻って。はい、ということで一旦ね、全部アイテム拾ってきて、怖いんでセーブもしました。まあ、探し物してる途中でね、金庫の鍵、ナースステーションにあったあの金庫の鍵の番号ですね、見つけたんですよ。これじゃない。これですね、この、右に9、左に3。右に9、左に3、ナースステーションの金庫。金庫からも物を、物色していきたいなといったとこですね。一極にキーピックもあんだよな。一極を見に行くか。ハンターいそう。なんか音がしてますけど。なるほど。ついに異極の人たちも目を覚ましてしまったか。まあ、散々パラカルロスでね、警戒したんですが。嘘でしょ？なるほど。よし、ナースステーションに向かいましょう。いや、マジハンターが怖くてね。カルロスの時は弾切れで逃げ回っていたので、それほぼ倒してないハンターが世間をかっ歩してますよね。金庫ないじゃん。あれ、ここじゃなかったっけ。これは本当はカルロスで開けるべき金庫だったのか。病室行っても何もないだろ。もうなんか落ちてたりしない。よね、もう。あ、強化火薬。
そうか、ジルが使えてもカルロスは使えないものってのも存在するから、これ病院をくまなく探索してる場合かな。この辺とか完全にスルーしたんだけどな。なんか変な声聞こえてるし、一匹は確実にいるよな。怖いね。やたらマグナムとも出てくるけど、たま武器を拾ってないんだが。あーマジか。アイテムいっぱいあるな。なるほど、まいったね。降りれるけど、基本地下施設を目指すんだよね。調査はほぼほぼ終わったかい？いけないよね。反対側からはいけるけど。マグナム取り忘れてんじゃないか。地下ってどっちですか。完全に病院で迷子だな。探索漏れがあるか。ありそうだね。2階の窓から飛び降りれるとこ1箇所行ってないな。中庭に面してるところをしっかり見よう。こんなとこで迷子になってる場合ではない。いつもの飛び降りる場所、まあ、ここは飛び降りるだろう。いつもで、さっきはここでしょ。それ以外のところ、まあ、こっち側じゃなくて向こう側か。私なら通れそう。なるほど。カルロスに無理だった場所も通れるってわけね。やっと見つけました。相当うろうろしちゃった。マグナムだ。威力はお墨付きね。おお、もう終盤って感じしてきましたね。
いや、いいんだけどさ、進む道ではなかったと。ってことはやっぱりもうあれかな、タイレルだっけ、あいつのとこ戻っていいのかな。搬入口から外に出られるわけじゃないでしょ、出らんないよね。タイレル全然わかんないぞ。迷子でーす。完全に迷子でーす。行ってない場所あったっけ。これまたさ、私なら通れそうみたいな場所があるってことか。あっかっ、ダメだろう。急に出てきちゃダメだろ。道わかんないよタイレル。タイレル迷ったんだけど。やばい、このままだと私が迷子になってる間まるまるカットか。いや、ここだよね。え、全然扉わかんなかったぞ。なんだこの病院の中うろつくこと30分みたいな。そうだよな、ここにハンターが設置されてるということはここじゃんね。スペンサー記念病院について、最先端の技術と真心のケア、ラクンシティの医療を担うスペンサー記念病院。当病院は地域医療の中核を担う存在としてスペンサー記念財団により設立された総合病院です。高度な医療を受けられる外来棟や大規模な入院棟のほか、最先端医療品臨床試験を行う国内最大級の研究棟も併設。今やラクンシティや合衆国のみならず世界の医療技術を一新する拠点となっています。まあ、危険なんですけどね、それゆえに危険なんですけれども、いや完全に迷子になったな。地下施設キーピックで鍵がかかっていたら一体どうやってカルロスは行ったのかなと。ハンターの襲撃はいつあってもおかしくはない。うわー、地下施設っぽくなってきたね。はいはい、バイオハザードっぽくなってきましたよ。ここが地下への入り口ね。はい、アイテムパンパンになりました。怖いね。リフト、バイオハザードのリフトといえば襲われるところリフト。スイッチを入れれるわけですね。はい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 、あんまり逃げ場ないね。
行きましょうか。リフトといえばね、何かが襲ってくる場所。え、来ないの？まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。それは私も驚きですよ。リフトを乗り継いでいくパターンですか？ないのか、何にも。なさそう。まあ、リフトのレバーはあるけども。あ、これもしかして下ろすタイプか。カルロスは数時間前にここを通ったのかな。研究施設だ。暗くて何も見えねえ。おお、そしてサイドバックもあるじゃないか。いや、アイテムもてなすぎだよ。よいしょ。エレベーター使用時の注意。注意。コントロールルームで同時に複数の操作を行うとメイン電源に過剰な負荷がかかり、ヒューズ切れや故障につながります。なるほど。エレベーター稼働中に不具合が起きた場合、倉庫内にあるサブ電源のヒューズを代用し、速やかにメイン電源を再起動させてください。もうちょっと電力管理しっかりしようよ。危ないよ。研究施設で電気切れたらやばそうなあれあるでしょうよ。ここはいろいろ行ける場所があるね。なるほど、なるほど。よし、とりあえず。そうだね、アイテム整理はまた、裏でやるとして。いや、完全に病院で迷子になった。このパートをどういう風に編集してあるかわかりませんが、今回は、一旦ここまでにしたいと思います。次回ね、研究施設でカルロスを探し、ワクチンを探し、そして脱出手段を探していくという流れ、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。